画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。エライトサバイバーやっていきましょう。ビッグスターではなさそう。アントレスだね。はい、キッとされたアントレス。すごい分かりづらいんでね。気をつけましょう。で、あと、最近知ったんだけど、メテオハチェット。上向けて投げるやつね、アントレス。あれのね、なんか解説動画みたいなね。誰でも当てれますみたいなの。出てたんで、まあ、それ警戒して、厳しいのですか。基礎的な部分も抑えとかないといけないんだよね。メテオハチェットみたいなの。メテオハってのは警戒しようとね、警戒しきれませんから。よくありがてー。あのファントレスマジで強いよな。役ではないか、チェイスが入ったもん。チェイス自体は入って。だから全然聞こえないね。あれ、ちょっとお高めなんだよ。ちょっと高めなんで、まだちょっと手出してないです。いつかはね、いつかは買おうと。でも減らんか。なんかね、その解説動画初めて知ったんだけど、オーラが初めて気づいたかな。初めて気づいたんだけど、オーラの見え方が2種類ある。アスリートのオーラの見え方、キラーか分からん。みたいな。いろんな人の動画を見るといろんな学びがあるなと思いました。ある。いつの間にか近づいてきてるんだよな、あのハントレス。あ、いるいる。心音範囲は普通っぽいですね。ナイスキッション。血が飛び出した。トリオがやった出たのが、いや、上から飛んだ。超透明なんで。見つかった。あります。出ないか。よいしょ。戻ってな、あれ。
あ、怖い。そこの糸でなんとか粘ってくれ。流れ玉が怖いわ。なんで。粘るんだったら頭見える板だ。あれさ、しかす、ん？いつあってかな？ライト持ってる人はいなかったと思うけど。飛んできそう。どっちに逃げるべきだろう。破壊しないか。あれてそうな動きをしている。つけてから救助行きたい。つとか入れられる前にね。いろんなところ見てますからね。こっちに投げてくる可能性なきにしもあらず。ナイス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 。よし、いいわ。でも固有に、え、見てない。戻ってきてんな。あ、ストライク持っててくれ。ストライク持っていてくれ。ストライクないか。せだけどないか。ここの2枚の板でかけるか。いや、ハスネギ守りに行ったな。でも一応板あれ。いいだな。命をつなぐ3枚に。鳥を来る。みんないる。こうなるとハンドレスのアッシュは一番追いたくないはずなんだよね。共鳴つってあるし、次で昇天するわけでもないので。視認できない。いいな。電気の場所がいい。 あ、 あれか。僕回復できた。私は、あの、あ、
命権が残ってるんで、あ、オッケーオッケー、びっくりをした。ダッシュ共鳴使ってる、まあ、イタチはあるけど、で、してたら、戦闘得なりそう。回し切る。あの急にチート使われて私が後ろからキャッチされて急に共鳴とかに捨てられない限りは大丈夫。オッケー。あ、後ろだった。全くあの、リーダー、あ、オッケーリーダーありがてえ。ラッシュのリーダーだよ。いやー最後いい人が追われて、ラッシュのリーダー、ナイスリーダー。地味だけどさ、強いな。ゲートの解放速度上がるのでかく、治療速度も速くなってたね。黄色くなってたゲージ、フレーバーなし、共鳴イタチ、エンスリアミと。最後一旦地下に隠れようかなと思ったんですが、チンオン、チンオンてか鼻歌聞こえてたんで、まあ、ちょっとこのパークが頭よぎったんでやめときました。なかなかやっぱむずいですね、この地下女。なんとですね、次に相手にする、慣れないですが、まあ、一回逃げれたんで良かったかなと思います。私あんまりチェイスしてないけどね。まあまあまあ全体的な地回りの調理ということで、ご視聴ありがとうございます。コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。